さん、はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはデイリーニュース番組 MC 水木金曜日担当の二木恵里奈さんです。二木恵里奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ようこそ札幌ジーンズ館へ。ありがとうございます。恵里奈ちゃんがまたこちらにねいらっしゃるとは、私もちょっと今日本当にドキドキですけれども、ね、いやいや私の方が緊張してます。いやいや、もうあの恵里奈ちゃんは、はい、あのほら今回は札幌ジーンズ館1100回記念ということで、はい、私がそのねジェイコムにちょっとお願いして、はい、デイリーニュースのパーソナリティ3人並べて出したいって言ってわがままを言ってですね、今日ニキちゃんに来ていただきましたけど、ニキ、はい、ちゃんだけ社員さんなんだもんね。そうなんです。私、はい、ジェイコムの正社員なんです、ね、正社員なんですよ。そうなんです。そのあたりのお話も含めてですね、今日もたっぷり、はい、3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。もともと営業だったんです。お金を貯めては海外へ。新しい環境の中で背景をこの3つのキーワードで伺ってまいります。そうなんです、恵里奈ちゃんは社員なんです、はい、ね、そうだよね、はい、あの札幌の高校から、北大に行って、はい、北大何学部だったんですか。文学部。文学部、はい、英語が得意なんだよね。そうなんで す, そうなんです。この辺り後ほどまた詳しく出てきますけれども、はい、北大を出て、はい、そして J-COM に入って。そうなんです。どんな感じだったんですか最初は。最初は J-COM の営業、うん、営業してやってました、うん、なので最初、一番最初は研修で、はい、ロープレ、ロールプレイングの研修もあって、ピンポンのところから始まって、ジェイコムですっていう研修もやって、はい、2ヶ月後ぐらいには実際にピンポンでお客様のお宅回って、うん、何か困ってることないですかとか、ジェイコムのもうサービス使っていただいてる方、メインのお客様だったので、困ってることないですかっていうところから、はい、まあ、ジェイコムの知らないサービスとかを知ってもらったりとか、こういうのもありますよとか。あ、うちもあれですよ、あの、はい、J-COM で札幌ジーンズ館やらせてもらうようになってから、はい、福助はネットも、はい、家電も、はい、携帯も、はい、かインターネットも、はい、携帯もはごめんなさい、携帯ごめんなさい、 iPhone ですね、 iPhone で au にして、はい、もうがっつり。そうです、そうです、スマートバリューで、はい、全部買いましたから。ありがとうございます、うん、安くなりました。 ありがとうございます、安くなりますから私みたいに なんか例えば、うんと、J-COM の、テレビは見てるけど電話は違うとか、はい、ネットは違うとか、そうですね、そういう方はまとめた方がお得ですよっていうようなご案内をして、ご案内をしてましたまさに。そうか、最初の方は、はい、あれだよね、そういうのまずはどういう仕組みなのか、ね、これこのお客様がこうなったらいくら安いとか、そうですね、そういうのの勉強をロープレでやって。そうです、はやってました。そうなんですね、はい、でそこから、まあ、あのデイリーニュースのパーソナリティといったら大抜擢なんでしょうね。そうですね、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、ね、まあ、突然の移動でっていう形なので、うん、はい、本当にねマルチで、私があの札幌ジーンズ館を撮影の時にカメラのセットしてくれたりもするし、そうですね、まだ全然慣れてはいないんですけれども、いやいや本当何でもできる、すごいなと思うんですけど、はい、どうでした最初聞いた時にその番組パーソナリティっていうのは。最初はもうびっくりですね、うんうんうん、まあ、他の会社のかもそうかと思うんですけど、はい、事例っていうのは突然なんですよね。本当に1週間前に実はっていう地域アナウンサーになってほしいっていうことを言われて、はい、まずは驚き、はい、それからのもうどうしようっていう焦りとか不安でいっぱいでしたね、はい、最初は喋りの練習したりして。そうなんですよね、もう独学だったので最初はどうしたらいいのか分からなくて、それからアナウンススクールとかにはちょっとこっと通わせていただいてるんですけど、はい、そうなんですね、はい、もうなんといってもこの笑顔があれば大丈夫だと思うんですけれども実際こうやってみてどうでしたか、はい、その11月からだっけ、ね、そうですね、11月からです。うん、実際やってみて、はい、最初はもうこれを読んでとか、うんうん、まあ、悪いですけどやらされてるっていう感じが強かったんですけど、はい、最近はもうだんだん慣れてきたので、うん、これをこう言ってみようとか、うんうんうん、こういう話をしてみようとかっていう、うん、まあ、アレンジの楽しみっていうのがだんだん生まれてきて、はい、ちょっと楽しむ余裕はできてきましたね。ああ、そうなんですね。でもあれですよ、会社の人って上の人ってよく見てるもんで、絶対無理な人には言わないもんですね。いや、そう、さすがだなと思います、J-COMの上の人も。いや、よくニキちゃんにこの役くれたなと思って。いや、さすがですね、やっぱりね。いや、
当ですか。ありがとうございます。ね、素直に嬉しいですね。ね、そんなわけでですね、本当にもともと営業だった女の子が、はい、なんとデイリーニュース水木金を担当しているということで、はい、ね、はい、これからもぜひ応援してあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあですね、そんなニキちゃんどんな子だったのというあたりを2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。2つ目こちらです。じゃん、じゃん、お金を貯めては海外へ、はい、ということなんですが、部活は例えば中学の時は、中学校の時はバスケットボール、はい、バスケ一緒一緒。あ、本当ですか。そうそう、私もバスケやってた中学の時。いいですね、楽しいですよ ね。そうなんです、バスケね、はい、そして高校の時は、高校の時は何もやっていなかったので、はい、帰宅部でした。帰宅部一緒一緒。一緒一緒もう、ね、一緒ですね、そうですね、はい、そして大学行ってからの話ですね、これは。そうです、大学に行ってからですね、うん、はい、どんな感じで。もともとその高校の時に1回だけ3週間、うん、高校のプログラムでカナダに行ったんですけれども、それでもともとちょっと英語は好きだったんですけど、はい、さらに好きになった気持ちがあって、大学に入ってからは部活とかサークルも一応見学は行ったんですけど、なんか自分のやりたいことじゃないなって思って、やっぱり海外に行きたいって思ってアルバイトをしてお金を貯めては、はい、まあ、長期でっていうのはなかなか難しかったので、はい、また3週間とか1ヶ月っていう期間でなんとか海外に行ってました。結構そのアルバイトも長期でやったそうですね。そうですね、もともとアルバイトやろうって思った時に、居酒屋さんのバイトなんか合ってるんじゃないかなと思って、いらっしゃいませ。あ、そうです、そうです、似合う似合う始めたところが、うん、働いている仲間とかもできてきて楽しくなって、卒業まで、入学してから働いていたので、ね、そこの同じお店で入学から卒業までずっと長く働いたと、はい、まあ、お店にも頼りにされてたでしょうね、きっとね。だとは嬉しいんですけど。それでまあお金を貯めては海外へ、いくつの時にどこ行ってきたっていうの。と最初に19歳の時にロンドンに、はい、これは2週間、はい、でも2週間ロンドンに行った後に、ちょっとヨーロッパの各国を回って、はい、で帰ってきてまたさらにこう海外に行きたい願望が強まって、二十歳になってカナダのバンクーバーに1ヶ月行って、はい、で21歳の時にちょっと長期で行きたいと思って、はい、イギリスのロンドンにまた7ヶ月ぐらい行って、うん、そうですか、7ヶ月も行ったの。そうなんです。ちょっとだけもうちょっとやっぱ長くいたいっていう思いがあって、はい、7ヶ月ロンドンに行くって言ったら結構貯めなきゃダメでしたね。そうですね、もうお金がそれまでもう貯めては使っての日々だったので、はい、貯金ほぼゼロのところからスタートだったので、100万ぐらい必要だなと思いながら、はい、すごいバイトして、だからその長くやった居酒屋プラス、はい、ダブルワークやったのね。そうです、あ、トリプルワーク、ね、トリプルワークか。なるほど、何やったの。働いていた居酒屋さんがランチ営業やっていなかったので、はい、また違う居酒屋さんでランチのバイトをしつつ、予備校でいろんな受付のバイトしたりとか、模試官やったりとか、模試監督ですね、手バイトをいろいろやって3つ掛け持ちしてました。トリプルワークで、トリプルワークです。ロンドンって物価高いので有名じゃないですか。あ、それはありますね、ね、うん、結構貯めなきゃいけなかったよなと思いながらね。そうなんですよね。そこに7ヶ月って言ったら大したもんですね。まあでも行ってる間は結構極貧生活というか、野菜とか安いキノコとか買って食べてましたけど、もう本当に炒めたりとかして食べてました、節約生活しながらね。節約生活ですね。やっぱりその海外での経験っていうのは今の自分にすごく影響、どうですかね、与えてると思いますか。そうですね、もともと単純に英語が好きだなっていう感覚だったのが、やっぱり言語として、会話のツールとして、はい、英語って素晴らしいなっていうのにも気づかされましたし、今後のやっぱり人生にも英語の関係のものに携わっていきたいなとは思っているので、デイリーの中でこうなんか披露したことあるの。英語でペラペラみたいな。いや、それはないです、まだないです。ちょっと格差これから出ると思いますよ、きっと。出ますかね。どういうタイミングで出していいかわからないんですけど、そうなんですね、はい、でもそれだけその海外に興味があって、英語も自分で好きだな、得意だなと思ってた時にね、はい、あの将来のまあ仕事とかそういう部分で、その例えば旅行代理店とか、ありますよね、そういうのはあんまりなかったですか。そうですね、私も就職活動している時に面接官の方に何度もそういう話言われたんですけど、私自身は英語は友達と話したりとか、映画見たりとか音楽聴いて理解したりとか、自分が発したりっていうところで英語はいいなと思っていたので、英語を使って働きたいっていう情熱がないというか、願望がなかったですね。あくまでもコミュニケーションツールみたいな感じ。そうなん
です。へー。なので全くそこは考えてなかったんですよね、仕事としてっていうのは。じゃ あのこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃん、じゃん、新しい環境の中で、はい、ということなんですけど、はい、もう本当にね、さっきその営業だったんだよって、はい、もう大抜擢でデイリーのパーソナリティになってっていうところがあったんですけど、本当にね、そのまあ、今の仕事内容がガラッと変わってから、はい、いろんな経験をされたと思うんですよね。そうですね。私はあれですね、最近のところで言うと雪まつりの司会。あ、そうですね、そっちですね。確かに、あれ全国ニュース、全国放送でやったじゃないですか。そうですね、Jテレっていう。そうですよね、全国の放送で、うん、あれはやっぱり私すごい堂々としててびっくりしました。感心しました。本当ですか。内心は結構ドキドキ本当でしたけれども、ね、あのまあ森清則さんとね一緒にされたので心強かったとは思うんですけれども、大いにそうです、ね、それにしても、あの森さんともでも2人で言ってたの、すごいよねニキちゃんって初めてなんだってねみたいな感じで。いや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 、うん、森さんがやっぱりもう大きな背中というか、ね、ちょっと一歩引いてるアシスタントの立場であったので、はい、もうすごいありがたかったです。いやいやいや、心強かったです。あの逆にこう言うとあれですけど、はい、誤解を恐れず言いますと、はい、ずっと何年もそのしゃべり手としての勉強を下積みして来た人がもしそのあの場に立ってたとしたら、はい、足ガクガクなってたと思うんだよね私。あ、そっか、逆に経験値がないので。そうそうそう、恐れ知らずというか、そう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 、面白く参加できたんだと思うんですよ。そこが良かったんだと思うの。確かにそれはありまして、結構楽しかったですね、うん、あー、すごい大物ぶりがここ。いやいやいや、割とデイリーニュースは固定のカメラで、しかもスタジオに実は誰もいないんですよ、デイリーニュースって、はい、その方がすごく緊張します。あー、そうですか、はい、なんかああいう場面でいろいろ掛け合いをしたりとか、うんうん、っていう番組とかの方が楽しいなと思って素直に行きました。特番じゃんじゃん入れちゃってください。 ありがとうございます。まあそうは言ってもニキちゃんお年頃ですからね、はい、まあ、25歳若いね、本当に自分の子より若い子が同僚です。そうですよ、まあ、同僚と感覚一切ないですけどね。いやいやいや、福さんも素晴らしいなと思って、そんなでもねすごいなと思うんですけど、これからの、まあ、今時女子にね、うん、これからの、まあ、自分の夢とか希望とか、うん、そういうものをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、昔は専業主婦っていうのにちょっと憧れがあったんですけど、私もゆくゆくは結婚して子供も欲しいなと思ってるんですけど、うん、はい、この仕事は続けていきたいなと思います、うん、まあ、この仕事って今言いましたけど、まあ、地域アナウンサーじゃなくても仕事をする楽しさっていうのがようやく社会人、今年3年目になるんですけど、はい、分かってきたので、はい、まあ、両立は大変だと思うんですけど、でも福地さん見てても綺麗だ、いつ見ても綺麗だし、いやいやいや、もうなんかこんなに、今なんて、いつ見ても綺麗だし、ありがとうございます。本当に本当にすごい羨ましいなと思っていて、なのでもちろん専業主婦の方も大変だし、うん、素敵なんですけど、私はやっぱり福地さんみたいに働いて、うん、家庭も持ってっていうのに憧れてます。ああ、そうですか、うん、あの今ね、あの若い子たちが、それこそ保育園問題やら、うん、そうです ね、あの、うん、仕事との両立問題やら、うん、でいろんなことをこうニュースで見聞きするの で、 そ、 うですね、それのなんか新しいこうロールモデルといいますか、はい、お仕事しながら、まあ、例えば結婚しても子供ができても自分らしいフィールドを持ち続けるといいますか、はい、あのそういう感じのぜひロールモデルになってほしいなというふうに思いました。 ありがとうございます。なりたいです ね、 ぜひ。あのデイリーのオープニングでね、やはり、はい、今朝炊いたご飯が硬いってうちの夫と喧嘩しましたとか、ね、いいですね、うん、去年買った子供用の靴がもう小さくなっちゃって不経済ですねみたいなこととかでもいいですよね、そう人柄が出るというか、うん、その MC の出てるのでいいですよ ね、 ね、あの生活感の出る話をしたりすると、見てる視聴者の方が本当にこう自分の娘のように孫のように成長を楽しみに番組を見てくれるということもあるかもしれませんね。あ、確かにこう、もともとすごいど素人の娘が出てるので、ただ見ていただいてる方がいればちょっと成長してるって思っていただけるかもしれないです ね、 ね、これも私の勝手な本当たらればでね、ぜひそういうニキちゃんになってほしいなっていうふうにも思います、はい、でももともと先ほどもちらっと言いましたけど、はい、この地域アナウンサーになるっていう部署が変わるっ
ってなった時は、うんうん、もう不安でどうしようとか、はい、まさか自分がテレビに出るなんてっていうので不安とかでいっぱいだったんですけれども、うん、会社の研修とかで同じく同期が一堂に集まる機会があって、はい、そこで会社の、まあ、上の人っていうんですかね、が皆さんいろんな部署で働いてますけど、うん、どうですかと、うん、で皆さんでも置かれた場所でそれぞれ咲いてください、置かれた場所で咲けっていうことを言われて、うん、確かに私以外にも、まあ、この部署ちょっと やりづらいなとかっていうので働いてる同期もたくさんいる中で、はいはい、私もそうだなと思って、うん、不安でいっぱいですし、うん、なんで やらないといけないんだろうって最初は思ってたんですけど、うんうん、まあ抜擢していただいたもそうですし、うん、この地域アナウンサーっていう場所でいかに咲いていくかっていうのをこう考えるようになった。置かれた場所で酒だって咲いてますよいやいやまだこの2分咲きぐらいだったでももともと学生時代に例えば放送部だったとかそういうのもないんですか？全く経験はないんですよね。あ、すごい大したもんだね。いやいやいや、なのでも本当に素人なので、いやいやいや、今となっては私向いてるなと思う？いや、どうなんでしょうかね、うん、でも楽しいなと思えるようになったので、はい、うん、まあ、向いてなくはないのかなとは思い始めました、うん、ね、はい、置かれた場所が今は本当に楽しめるようになって、はい、素敵ですね。のデイリーをやってると、はい、うん、と、まあ、スタッフが取材してきたいろんなニュースを、ね、はい、見てきましたけど、はい、紹介してきた立場にあると思うんですけど、うん、過去デイリーで見てきたニュースで、はい、感じたこととかありますか、はい、どうでしょうか？小さい子が集まるイベントだったりとか、うん、逆に高齢者の方が集まるイベントっていうのが、私自身はこうチラシとか、うん、こう駅とかに貼ってイベントありますよとか書いてますけど、うんうんうん、はい、自分がちょっと休みの日に行こうかなって思ったことはなかったんですけど、今までは、はい、ただデイリーニュースってそのような本当に身近なところでやってるいろんなイベントを見ることができて、うん、あ、楽しそうだなって本当に毎回思っていて、でこのイベントちょっと行ってみたいなって思うようになったんですよね、うんうん、で私自身はまだ取材に自分で行ったりはしていないので、はい、今後そういう場所に自分で行って、はい、自分で撮って、うん、こういうのやってますよってみんなに知らせていきたいなっていうのはありますね。すごい素敵ですね。いや、でもそれができるのはこう J:COM っていう会社なのかなって思いますね。なるほど。他のテレビ局さんとか私知らないですけど、うんうんうん、聞く話によると、うん、カメラマンさんはもちろんカメラマン、はい、で音声さんは音声さんとか、はい、うん、原稿書く方は原稿書いてとか、いろいろ役割が分かれているって聞いたんですけど、J:COM の場合はそういうお祭りとかも全部一人で撮りに行って、うんうん、インタビューも撮って、編集もして、原稿も書いて、うん、で私の場合出させてもらってるので、出て読むこともできるっていう、まあ、大変かとは思うんですけど、そういうのを全部できるっていうのは、はい、うちのなんか J:COM の楽しさというか、うん、そうですよね。札幌人図鑑もあるから意外とそれ大丈夫だと思いますね、はい、私ね。もうそうですよ、まさに福地さんがもう、はい、いや、でまた今ぬきさんの話ね、多分上司の方喜んでると思いますね。どんどんこういうマルチな新人がね、若い人たちが出てくると思いますね。いいね。なんかデイリーの前振りの時にね、はい、昨日私が取材してインタビューを取ってきましたので、はい、ご覧ください、どうぞって自分の部位を自分で振るちょっとドヤ顔な感じで撮ってきました。で、はい、インタビューの中には出てこなかったんですけど、この拝見の方ではこんな人がいましたとか。そうですね、うん、それはいいですよね、うん、この日はこういう、もう暑い日だったんですけど、こういうインタビューに答えてくれてありがとうございましたとか、うん、はい、落とした部分 の、 拝見の部分ですか。そうですね、そこのところは、うん、ビジュアルを言葉で紹介表現もできるだろうし、そうですね、一番いいところだけを V として残して振ることもできるでしょうし、そうですよね、うん、そしたらすごいあれだね、ディレクターでもあり、喋り手でもあり、そうですね、カメラマンでもあり、そうですね、そうですよ。それがまた実現できるのが、確かにニキさんがおっしゃるように、うん、コミュニティチャンネル J:COM ならではっていうところがあるかもしれませんね、うん、そうですね、うん、面白いですね。面白いですね、うん、確かに。はい、ということでですね、デイリーニュース、5日間あるうちの週に3日間ね担当しているということで、はい、ぜひ毎日再放送もありますし、はい、立てます。にきちゃん頑張ってますので、応援していただければというふうに思います。はい、今日のゲストはデイリーニュース番組 MC 水木金曜日担当のにきえりなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。